皆さんこんにちは、リーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は江戸時代の食べ物と栄養事情についてお話ししていきたいなと思います。食べ物について、身近に感じていただけたりとか、少しでも興味持つきっかけになっていただけたらなと思って、私が好きなことお話ししたいなと思うことをテーマとして今日も解説していきたいなと思っています。なんで江戸時代の食と栄養についてお話ししようかと思ったかと言いますと、シンプルに江戸時代、特に幕末のお話が非常に好きで、映画とか漫画とかベースなんですけれども、その幕末の話が非常に私自身好きで、一応管理栄養士してるので、その時代の栄養とか食ってどうなのかなっていうところにちょっと関心がありまして、見たり聞いたりしたお話を今回お話しできればなと思っています。江戸時代って非常に長いので、私の好きな幕末天保期の食事情についてお話ししていこうかなと思っています。この動画では江戸時代の平均的な摂取栄養素についてお話ししていきます。で、その栄養素を取るために、どういった食材から栄養を取っていたのかというところをお話しして、最後に今と比較してどういう現状だったのかというところを考察していきたいなと思います。幕末の栄養の摂取状況はどうだったのかというところをお話ししていこうかなと思います。庶民の方が食べていた料理として残っているとしたら、晴れの日に食べたものは記録が残っているそうなんですけれども、江戸時代の方たちも毎日どんなものを食べていたかっていう資料はほとんど残っていないそうです。なんですけれども、その時代の食料の生産量とか消費量とか、そういったものをベースに摂取栄養素を換算したデータがありましたので、それをもとにお話ししていこうかなと思っています。ちなみに今回お話しするのは、いわゆる大名とか身分の高い方たちの食べ物ではなくて、一般的な庶民の方の食事の話をしていこうかなと思っています。まずエネルギーの摂取量なんですが、1日あたり1861キロカロリーの摂取量だったそうです。ちなみに現代の平均摂取量は1903キロカロリーになっていますので、エネルギーの摂取量としてはそんなに差はないのかなっていうところになっています。なんですが、 86.4% が穀類から取っているカロリーになります。そのうち米が 56% を占めているっていうデータがありましたので、エネルギーのほとんどをお米とか小麦から取っているというような数字になっています。次はタンパク質、1日あたり 52.4g の摂取量だったというデータがあります。ちなみに現代人は 71.4g、平均なんですけれども 71.4g というデータがありますので、だいたい 20g ぐらい今よりは少ないというような摂取量になっています。これもその時代お肉とかお魚とか乳製品とかが今ほどあるわけではないので、タンパク質何から取ってるかというと、7割以上が穀物由来で取っているタンパク質になっています。穀物と豆で取っているタンパク質で 52.4g になっています。そのうち動物性のタンパク質はどれぐらい取ってるのかなと言いますと、1日 3g だそうです。鶏むね肉 100g でだいたいタンパク質 20g ぐらいなんですけれども、だいたい4分の1以下、ほんとちょびっとぐらいの量を1日というぐらいの摂取量になりますね。で、ちなみに現代人は1日あたり動物性のタンパク質で 40g 取っているそうなので、今と比較すると10分の1以下摂取量になっているというところが一番の特徴かなと思います。次、脂質なんですけれども、脂質は1日 11.3g、 これもめちゃくちゃ少ないですよね。これ毎日 10g ぐらいなので、もう非常に今考えるとありえないぐらいの少なさかなと思います。ちなみに現代人は1日 61.3g の脂質を取っているそうなので、6分の1ぐらいの摂取量になっています。うち動物性の脂質どれぐらいかというと 1.3g なので、もうめちゃくちゃ少ないですね。動物性の栄養がどれほど少ないかっていうのがお分かりいただけるかなと思います。ちなみに現代人は動物性の脂質を 32.4g 1日摂っているそうなので、30分の1ですね。次、炭水化物なんですけれども、糖質と食物繊維で分けて考えたいと思います。糖質は1日 380.3g だそうなので、現代人がだいたい 230g ぐらいって考えると、現代人の 1.5 倍ぐらいの糖質を摂っています。この糖質の 90% は穀類から摂っているものになります。お米とか麦とかそういったものから摂っている糖質になっています。で、食物繊維が1日 7.8g、 現代人は 18.4g
なので現代人のこの 18.4g でも不足しているよっていうふうに言われているぐらいの量なので、この時代の 7.8g 食物繊維というのはすごく少ない量になります。食物繊維は 56% が穀類から、 22% が野菜からというふうにデータとしてありました。他にもまあいろんな栄養素あるんですけれども、特筆すべき栄養素がもう一個ありまして、一つがカルシウムになります。カルシウムはその当時1日 284mg の摂取量でした。現代人が 505mg が平均というふうに言われているので、今の推奨量が 600mg というふうに言われていますので、必要だよと言われている量の半分以下くらいしか取れていなかったというのが江戸時代の栄養の摂取状況としては特徴的な部分かなと思います。おさらいすると、動物性の食材から取れる栄養素が少ないというところで、脂質と動物性のタンパク質とカルシウムが今と比較して圧倒的に少ないというのが、まあ特徴かなと思います。エネルギーはお腹を満たすのは基本的にお米っていうところも、まあ時代背景が感じられるなと思いますね。その時代の方たちは食材どんなものを食べていたのかなと言いますと、炭水化物と、まあ、エネルギーは基本的には米から取っています。その時代の人たちは1日5合ぐらい1人食べていたという風なデータもありました。4人家族で食べても1日5合食べないんじゃないかなぐらいの量を1人で1日食べていたっていうような量になるので、いかにお米を食べていたかっていうのがお分かりいただけるかなと思います。米の食べ方も今みたいにこう白米として食べるのではなくて、米も高価なものだったので玄米だったり七分づき米にするのはもちろんなんですが、かさ増しするっていうところで麦飯という食べ方も一般的だったそうです。麦飯というのは前日から麦を炊いて一晩置いたもの、それを山かし麦っていうそうなんですが、それと研いだお米を合わせてもう一回炊いて食べるものが麦飯だそうです。なので主なエネルギー源と炭水化物源は米になります。タンパク質少ないなってお話ししたんですが、どんなものから取ってきたのかなと言いますと、基本的には穀類由来、あとお豆なんですが、もちろんお肉やお魚も少量ではあるんですがありました。魚介類どんなものを食べているのかなと言いますと、海で取れるもので言うとタイ、カレ、エビ、イワシなど、あと川のお魚だとウナギとかフナとかドジョウ、そういったものを食べていたそうです。ウナギはもう現代でも高級品ですけど、その時代も商品価値として非常に高かったそうなので、多分身分の高い方たちが食べていたものなんじゃないかなと思います。お肉も本当に希少なんですが、イノシシとかシカは食べていたそうです。大名とか武士とか身分の高い人たちは鳥を食べていたので、鶴とかカモとか鶏、そういったものを食べていたというようなデータがありました。鶴料理ってどんなんなんだよっていうのが今気になってるところですね。で、野菜は基本的には根菜、大根とかカブ、あとはナスの生産量も多かったというふうに言われています。他の食材でいうと果物類の記録はほとんど残っていませんでした。本当に貴重なものだった、かつほとんどこう生産されてなかったんじゃないかなと思います。最も生産量が多かったのは柿です。まあ干し柿にしたりとかして保存が効くので、果物を食べると言ったら柿を食べていたそうです。で、献立は基本的にはもう麦飯と味噌汁、漬物、煮しめ、ちょっと余裕があるときは魚料理が少々みたいな感じが基本的な献立だったというふうに言われています。で、味付けは基本的に塩味で、調理法は煮る、焼くが基本だったそうです。で、ここまで当時の栄養摂取状況と、まあ、どんな食べ物を食べていたのかなというところでお話ししてきたんですが、今と比較してというところをお話ししていきたいなと思います。現代と比較して違いで言うと、食品の種類と1日に食べる食べ物の総重量っていうところが圧倒的に増加しています。今はいろんな食べ物が手に入りますので、品数というところが圧倒的に増えているのが違いかなと思います。今と比較すると穀類の摂取量はどんどん減少していっていますし、反対に動物性の食品、あとは野菜とか果物の摂取量が増加しています。あとは脂質の摂取量がもう著しく増加している。同じように動物性のタンパク質も当時と比べたらもう著しく増加しているというような状況になっています。どちらかというともう今脂質なんか取りすぎですよって言われるぐらい増えているものなので、100年以上の時を経てどれだけ食文化が変化しているかっていうところがお分かりいただけるかなと思います。あともうこれなんですけども、江戸時代当時の平均余命は33歳前後だった
そうです。ちなみに今は男性は平均寿命が 81.64 歳、女性が 87.74 歳になるので、この時代の変化でどれだけ寿命が伸びたのかっていうところも、これは食文化と栄養状況密接に関係しているかなと思います。江戸時代当時の死因っていうのは、江戸時代 あの映画とか見てるとパサッて切られたりとか、そういうシーンをね思い浮かべてしまいがちなんですが、栄養不良とか伝染病で亡くなる方が圧倒的に多かったそうなので、カロリーとしてはね今と変わらないぐらい取ってるんですが、本当に必要な栄養っていうのは今と比較すると足りていなかったのかなというところが考察になります。では本日はですね、江戸時代の食事情と栄養の摂取状況についてお話しさせていただきました。今の自分の栄養の計算とかカロリー計算とかってする機会はあるかなと思うんですが、先人たちがどんなものを食べていたのかとか、そういったところもちょっと調べてみると食の奥深さとか、逆に今活かせる部分もあったりすると思うので、そういったところも、ね、興味を持っていただくきっかけになったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。